ただきます。一番人生で使わないセリフ交換は絶対もある絶対使わないでしょ。撮影されるのは怖いんだけどな。え、全然いいよね。あのカットするから、うん、カットしないでくるから逆にまたどうすんだ。人の LINE 見ようしないでいただけますか。一緒の感想誕生日誕生日まだ緩い。じゃあすぐ当てられ彼氏できたら強めになるじゃん。あ、記念日なんだ。記念日とかしたことないよ。嘘してたよ。してなかった。あ、うちらね。うん、してた100日ってことだ。弟記念日ないじゃん。記念日に。あ、それはないわ。マジで、うん、そういう時代に生まれてる。早いな。こっちだ、これだからっつって左ちょっと回しにくいっつうの。じーじー知らないでしょ。うちギリ黒電話でかけたことある人だよ。うっそ。最後の句だってリボン知ってるよ。それはおばあちゃんにあったから、うん、そうおばあちゃんにあるよね。じー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 みたいにさ、もうポンポンじゃないの、うん、時間なんかだってもうピュッとしたの。そうあれかかるかなって思うの。どうしてね。逆にすごい10年ぐらい前で。マジで。うちらが10歳。あんた、やばいね。でも感覚的に20歳だったわ。うちら10年後、35。まだいけるな。変わんないよ。まだいけない、35って。アラフォーになったぐらい。そう。結婚できないアラフォーになる。え？アラフォー独身女。まだやってる。20歳。さすがに笑えないよ。さすがに笑えない。誰も見てない。誰も見てない。チャンネル登録者数17人いるんだ。なんか将来の夢とかあるの？ないよ。こういう仕事に就こうかなみたいな。あ、あったじゃん。妹ちゃんはなんかすごい夢があったんです。何？うちっ子なんか虐待とか受けてる子供たちを面倒見る、なんつうの、そういう施設の先生になりたいそうです。うちのこの子。それが小学校の3年生ぐらいのできた子よ。できた子だわ。でもそれをなんで泣きそうになっちゃうの。それで終わるのかなと思ったら食べだよ、うん、一応食べようよ。あ、そしたらいいですか。これ一番に行こうと思ったら大丈夫だから、なんでなんか腰寄りだって見てる重なってくからそんなうちの方にいたのよ。マジで。でもさ、自分で分かる匂いでよかったよね。その分け顔の人とかどうした。誰か言ったこういうことやめて。どういうこと。あ、こちらですねってやりたかったの。はい、ではぽいぽいぽいこの間のね、うん、ハッピーポテトその間にぽい狙ってたやつ。そう、狙ってた狙ってたやつよね。もう手々のシワとシワを合わせて、それでハートを作ってご飯を作ってくれたママにプレゼントで、ごちそうさまでした。バイバイ。